トルブラックドレスが本日11月22日にキングレコード遺跡第1弾シングル畜生飛行猫じゃらしの配信をスタートさせた。合わせて本日20時には畜生飛行のフルメガボルトも公開される。リトルブラックドレスはシンガーソングライターのリョウによるソロプロジェクト。今回配信となった畜生飛行はリョウが初めて作詞作曲に加えて編曲まで手掛けた楽曲だ。自身が強く影響を受けているという80年代歌謡曲のキャッチーさにブリティッシュロックの音作りをリトルブラックドレスらしく落とし込んでいる。今夜公開されるメガボルトは新鋭の映像ディレクター高田碧仁斎が手掛け、黒と白の対比が印象的な映像になっている。感情に振り回されながらもその殻を破り強く叫ぶ様子を表現しているという。同時配信の猫じゃらしは理性と感情が複雑に絡み合う心の内を表現したいと高校生の時から数年かけて書き上げた一曲。昨年のゼップツアーで初披露し好評だったという。どちらもライブでたびたび披露してきた楽曲だけにファンにとっても本人にとっても念願の音源化となる。畜生飛行猫じゃらし2024年11月22日リリース。通常ノパ -7122 ハイレゾノル -894M-1 畜生飛行作詞作曲編曲両 M-2 猫じゃらし作詞作曲両編曲曽我淳一。